今日はね、昨日今週初スムージーやりました。まあ今日も今週2回目のスムージーやりましたけど、もう今週も明日で終わりですね。週3の目標は厳しいかなと思います。あのね、朝10人スライブでハイコードを1から作りましたね。まだ編集前です。もうやることが終わってしまって、遅れてしまって、今日はコアとピラティスやりましたね。よくヨガとプラス筋トレみたいなピラティスね。190再生やりました、TikTok でね。昨日、ゆうひめのデジョが YouTube 9万再生達成したのね。あれを忘れてしまった、スクショはともかく、あれを忘れてしまったんでね、なんかね、タイトル忘れてしまったのと、あとは1年間で 8.7 万再生ありました。あとは今日はね、ブログ記者書きのと Vlog のね、タイムアップスも、タイム Vlog 今日のところまで、昨日のところでもタイムアップスもね、入るかどうか不明も、あとは昨日はね、フィンガーフードを作りました。生ハムとね、サラミチーズのね。で昨日、深夜に向けて目覚めたから、隣の力、町中の力からね、カフェに行ってね、おまけでもらったね、タルトにね、タルトかな、なんかね、あまり美味しくなかったけど、どうすればいいんだって話ね、飲食店で美味しいもん、なくないもんってあるんだっていう話と、あとは、ウェド屋さんのね、自分と奥さんと娘の問題も分からない人に、まあね、なんだっけ、隣の家の問題なんて解決できないわけない。よくね、これね、よくあるようなフレーズをね、必要なことという感じですね。こちら、これを見せてどうぞ。
半から19時半まで、ウェブシェアでアクエリアスを買うことを予定追加して。今日は隣の家からね、占いに傾倒してしまうね、あのね、松村奈子さん演じるね、謎の奥さんね、なんだっけな、あ、そうそう、それで本編と関係ないんですがね、あの、カフェで、その本編に踏み込んだ話、感想はないんですが、カフェでなんか松人がいつも文章を売ってるカフェでね、美味しい、なんか、美味しい、あ、まあ、おまけなのでね、美味しいでしょ、みたいな感じでね、タルトかな、出してくれたんですがね、あまり美味しくないという話でね、まあ、飲食店でもそんなことあるんだとね。あとは、あの、なんだっけな、そこで小説とかの文章書いてましたね。今日はね、あ、全然7日中、10日中7日達成ですけので、あとは、あの、あ、そうだそうだそうだ、上戸彩さんね、あの、隣の、自分の奥さんと娘のね、いざこざの原因もわからない人にね、自分の他の人の家、他の家のことなんて解決できるわけないでしょってね。OK なんとかじゃなくて、なんかね、なんかすごい怖い言葉使ってね、なんかね、あれでしたね。アップデート教えて。晴れの予報が出ています。現在の気温はマイナス1度です。今日の最高気温は12度でしょう。今日は予定が3件あります。最初の1件は11時30分からです。ウェルシア水入れに行く。夜落ち着いてラジオ聞くため。次は最新ニュースをお届けします。8時の NHK ニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍がウクライナに軍事侵攻を開始したことを受け、我々はロシアの軍事侵攻を開始したと思いました。そして市民に対し武器を手にしてロシア軍の抵抗を開始しておく。これはね、ここで加工する日もなさそうなんですが、パンツはこっちにもしまってんだな。いいか、今話す。で、
ー。